青色矮星とは、赤色矮星が、水素のほとんどを消費し尽くした後に至ると、考えられる、構成進化論における、仮説上の構成の分類の一つである。青色矮星の創造図。赤色矮星も、その主成分は水素であろうと考えられている。赤色矮星は、質量が少ないために、各融合反応による水素の消費速度が遅い。これには、 赤色矮星の中心温度が足りず、水素の核融合を促進する区のサイクルを利用できないことなども関係する。さらに、赤色矮星内部の対流の範囲が星全体にわたるため、星全体の水素を核融合に利用できるので、非常に構成としての寿命が長い。宇宙の年齢を加味すると、この宇宙にはまだ青色矮星の段階に至った。 赤色矮星は存在しないと考えられる。青色矮星の存在は、あくまで理論モデルに基づいて予測された理論上の形態に過ぎない。構成は年齢とともに輝度が増大し、平行を保つためにより多いエネルギー放出を要するようになる。赤色矮星よりも明るい構成では、大きさを増して赤色巨星となり、広い表面積を持つようになる。 これに対して、赤色矮星では膨張する代わりに、温度上昇によってエネルギー放出量を増大すると予測され、これによって青く変わるとされる。これは、赤色矮星の表層では、温度上昇による不透明化が顕著には起こらないと考えられるためである。なお、青色矮星は水素を完全に消費し尽くした後に、白色矮星に変わると考えられている。 その白色矮星は、最終的に、こちらも仮説上の話しながら、黒色矮星に至ると考えられている。ありがとうございます。